酪酸菌というね言葉聞いたことあるかなと思うんですけれども、腸内環境をですね酸性に保つ効果がありまして、他のですね乳酸菌とかビフィズス菌ですね、まさに善玉菌たちが住みやすいね環境を整えてくれるというような効果もあると言われています。花粉症が麹で解決されるのみたいな感じでね思う方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、今からですね麹ライフを送っていただくとですね、花粉症の方もですね来年の春はですね花粉症知らずでですねお花見ができるかなというふうに思いますので、皆様、9月になりましてですね、実はですね、ブタクサでですね、花粉症がね、発症する方も多い季節になっているそうなんですね。私はですね、9月はですね、花粉症みたいなものって経験したことがないんですけれども、実はですね、このね、日本国民の 40% 以上がですね、この花粉症ですね、発症されるというふうにも言われているようです。でちっちゃい頃ね花粉症とかね言われたことないし、周りの大人も花粉症だった人いないなーって思うんですよね。花粉症もアレルギー症状の一つになりますので、まあ、こちらもですね食生活大きくね関わりがあるとも言われています。腸内環境が整うことでですね良くなる傾向になるというふうにも言われています。麹クリエイター麹マスターの方はですね花粉症がですね改善したというふうに言われる方はかなり多くいらっしゃいます。今からですね麹ライフを送っていただくとですね、花粉症の方もですね来年の春はですね花粉症知らずでですねお花見ができるかなというふうに思いますので、ぜひよかったらですね今日から麹ライフ始めてみていただけたらなと思いますので、よかったらですね最後まで見ていただければと思います。ということでですね今日のメニューになります。花粉症がですね増加している原因ですね、そして花粉症と腸内環境の関係、そして今すぐ酪酸菌を育てる方法ということでですね、酪酸菌が出すですね酪酸というのがですねとてもいいとねいうふうに言われていますので、そのあたりのお話もしていきたいと思います。こちらの別品菌チャンネルはですね日本の国菌である麹菌で作るですね麹のお話を様々させていただいております。日本の調味料のほとんどがですね麹からできているんですけれども、なかなかですね麹の力を使った調味料に出会うことがなかなかできないところもありまして、こちらですね概要欄にあります LINE 公式お友達になっていただくと調味料の選び方という音声で、ね、プレゼントしてますので、よかったらですねお友達になっていただければと思います。ということで花粉症が増えている原因についてまずお話ししていこうと思います。まずはですね花粉量の増加というのも一つというふうに言われています。そしてですね大気汚染が原因でですね花粉症が増えているというふうにも言われています。そして食生活ですね、昔の日本と違ってですねやっぱりアメリカからですねいろんなものが入ってきて和食が少なくなってですね洋食が食べる方も多くなっていているっていうところもね大きく関わっているのではないかと言われています。花粉症とね腸内環境の関係ということでですね、腸内環境を整いますとですね免疫力がアップするというふうに言われています。これがですねアレルギー症状とは大きく関わっているというところもありまして、花粉症が減少するというふうな文献も出ています。酪酸菌というね言葉聞いたことあるかなと思うんですけれども、こちらはですね酪酸とか酢酸をですね作り出す菌になります。で私たちはですね欧米人とかと比べて酪酸が多い人種というふうに言われています。で善玉菌のね代表といえばですね乳酸菌とかビフィズス菌っていうのをね皆さん聞いたことあるかなと思うんですけれども、実はですねこの酪酸菌もですね善玉菌の一種となります。この酪酸というのはですね短鎖脂肪酸というものの一種になります。腸内細菌たちが生み出してくれるものになりまして、いろいろな効果があります。ダイエット効果などもあるというふうにも言われてるんですけれども、腸内環境をですね酸性に保つ効果がありまして、他のですね乳酸菌とかビフィズス菌ですね、まさに善玉菌たちが住みやすいね環境を整えてくれるというような効果もあると言われています。腸粘膜をですね元気にしてくれてバリア機能も高めるというところもあったりとかしてですね、炎症を抑えてくれたりするような効果もあります。で、この酪酸を作り出せるのはですね、酪酸菌だけなんですね。なのでですね、腸内環境を整える、まさに腸内細菌たちが元気でいるっていうことをね、するのがいいと思いませんか？まあ、それをね、するためにはですね、食べ物になります。酪酸菌たちのですね、餌になるものをね、食べてあげることによって元気になります。そうするとですね、酪酸、酢酸というのをしっかりみんなが分泌するっていうことをね、してくれるということになります。で、酪酸菌のですね、餌というのは食物繊維などになります。麹の調味料で言うとですね、麦の
麹で作った調味料だったりとか、あとは玄米のですね方がですね、やっぱり白米のものよりも食物繊維が豊富というところもありますので、腸内細菌たちのですね餌になります。腸内環境を整えたい方はですね、積極的に麦とか玄米のね麹を選んでいただくといいかなと思います。私もですね、やっぱりなんか麹作る時ね、もったいなくてですね、今もねこの箱で麹作ってるんですけれども、やっぱりね麦か玄米かにどうしてもなってしまう自分がいます。黒のね白米を作るんですけど、麹の白米ってほんとなかなかね自分で作らないなと思います。なんかもったいなくなっちゃうので、せっかく調味料作るならみたいな感じで私は結構なってます。ということでですね、今日はですね花粉症と腸内環境、そして麹の関係についてお話をさせていただきました。花粉症が麹で解決されるのみたいな感じでね思う方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、花粉症辛いですよね。お薬飲まれてる方もね多いかなと思うんですけど、眠くなったり集中力なくなったりするかなと思いますし、まあね薬飲まないと辛いし、桜が綺麗な季節もですねなかなか外に行きたくないっていう方もね多いかなと思いますので、ね、今から始めたら間に合うよ来年の春にはということでですね、調味料に入れるのが一番楽かなと思いますので、ぜひぜひやってみていただけたらと思います。とにかく美味しいですので、いろいろやってみてください。やっぱほんと簡単なのはですね、ドレッシングに取り入れるとか、麦の塩麹をですねご飯に混ぜて炊くっていうのがね、まあ、一番本当にシンプルで一番いいかなと思います。ご飯食べない方はねドレッシングか、あとスープね使っていただいたりとかするといいかなと思います。毎日の調味料ですね、ほんと焼肉のタレだったりとか、コンソメキューブをですね玉ねぎ麹にしていただいたりとか、もうほんといろんな形でですね使うことができますので、ぜひぜひいろいろお試しいただけたらと思います。本当に作って食べるだけでですね美味しいし、体は整うし、心も整うし、いいこといっぱい起きてくるっていうところがあります。とても続きやすいっていうのもねいいかなというふうに思ってます。今日こちらね麹作ってますよってお話ししたんですけど、お家でですね6種類の麹が作れるようになるね講座なんかもやってます。概要欄にですねホームページなどもありますので、よかったら見てみていただければと思います。グッドボタンとチャンネル登録していただきますと、たくさんの方にですねこちらのチャンネルが届いていくかなと思いますので、ぜひ皆様ご協力お願いできればと思います。毎日更新してますので、いろいろ作ってみていただいたりとかですね、知識系も入ってますので、いろいろ学んでいただいたりしていただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひいろんな動画見てください。ということでですね、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。またお次の動画でお会いしましょう。またね、素敵な一日を。